こんにちは、アトリエネトラポートです。このチャンネルは気軽にレザークラフトを楽しめるチャンネルとなっています。作り方動画150以上、チャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube メンバーシップも行っています。 A クラスにご加入いただくと限定動画見放題、ネトラポート道具店にて割引 10% から 20% ございますので、ぜひご利用ください。さて、今回作っていくのはこちらのマルチケースになります。こちらですね、こんな感じで一切縫っていないポーチになります。小さい小物などを入れるマルチケースとなっています。中はそんなに大きくはないですが、こんな感じですね、キーケースぐらいのコンパクトなキーケースほどの大きさになります。後ろにカラビナをつけることによってバッグやどこかに引っ掛けておけるので、バッグの中でもなくなりにくくなります。お薬やちょっとした小銭などなくしてしまいそうな小さな小物をさっと取り出すのに便利です。今回はとても綺麗なトルケーゼという色味の革を使いました。そちらも動画内で紹介しています。それでは一緒に作っていきましょう。今回使用する革は川村レザーさんシビラリス仕様のトルケーゼという色になります。こちらはスムースレザーの表面に両引きを施したショルダー側になります。このチャンネルでも人気のカラーになります。使っていると少しずつ明朗が取れてきて変化を楽しめる革になります。今回ね、こちらを使っていきます。型紙を作ったら大まかにカットしていきます。それでは床面を処理します。目の寝る方向に向かって床ノールを塗っていきます。乾く前に磨きたいので半分ぐらいでガラス板で床面を磨きます。乾くと元の色に戻っていくんですが、なんかムラになってるかなと思ったら2回塗っても大丈夫です。よいしょ、2回磨くとより床面がピカピカツヤツヤに仕上がってきます。重しを乗せて革を平らにしておいてください。床面がツルツルになり革も平らになりました。それでは型紙を写していきます。型紙はこちらの本体1枚と小さなこちらのタグのようなものです。端っこの方で取ってください。丸い印のところは穴を開けておいてください。大きい方の穴は50号のハトメ抜きになります。こっちはホックがつきます。そしてこちらの小さいパーツ、こちらも端っこの方で取っておいてください。それではこちらをカットしていきます。今回はここのカーブが効いています。このカーブのところはハトメ抜きで抜くとカットしやすくなっています。今回私は20号を使います。穴を開けたら穴から外へカットをしていきます。穴に向かってね、カットすると切りすぎてしまうので注意をしてください。ぐさっとね、切りすぎてしまうのを避けるため穴から入ります。こんな感じで楽にカーブのところが抜けます。どんどんカットをしていきましょう。
角のところは一度ね直角に切り落としてから丸めるとカットしやすいと思います。今ねこの直角にカットしましたが、型紙だと丸まってると思います。後からこのように格子落とす形で大丈夫です。あとは角にねドレッサーをかけましょう。カットすることができました。先ほどカーブしていたこの部分抜きました。この部分紙やすりで整えておくと綺麗に仕上がります。少し段差ができてしまった人はドレッサーを使っても綺麗になります。そして先ほどのね角のところカットだけだと少し角張ってしまうのでドレッサーをかけておくといいと思います。さてこちらの穴ですが、今回は50号のハトメ抜きを使って抜いてしまいます。これで抜くと簡単に抜くことができますが、持ってない方もね多くいらっしゃると思います。そういった場合はねこういったもので抜くかカッターナイフでカットする、あとはデコボコになってしまったらドレッサーがちょっとね入らないので紙やすりを細い棒に巻きつけてこんなのでもいいと思います。よいしょよいしょ。で中からこう綺麗にしてあるとカットするときにガタガタになってしまっても滑らかな円に整えることができます。こういったカーブしたところもドレッサーで整えておきました。それではヘリ落としをします。ぐるっと一周外側表も裏もヘリ落としをかけていきます。今回の革はヘリ落としがしやすい革になります。地になってる元の革はスムースレザーになりますので、こんな感じで表も裏もヘリ落としをかけてください。その際またこのカードのところがヘリ落としがしづらいと思います。またこのように紙やすりで角のところの角張りをそれぞれ表からと裏からと取ってください。こちらのパーツも一緒になります。表裏すべてヘリ落としをかけておいてください。ヘリ落としができたらタコノールで磨いていきます。少しずつ塗って裏側が一度磨いたところ、ここはまだね磨いてない場所になります。結構見た目が変わってきますね。一度塗りでもピカピカですが、紙やすりをかけてもう一度磨くともっとピカピカになりますので、ぜひやってみてください。ヘリ落としをしたぐるっと一周、そしてこちらのパーツすべて磨きをかけておいてください。それでは組み立てていきます。バネホックのショーを2セット用意してください。こちらにこの平らの方のセットがつきます。2つ穴を開けます。下から長い方を通して目を打ち込みます。反対側も一緒です。針金と針金の間に長方形の内具を調整しながらはめ込んでください。
それでは一度形を整えていきます、こちら側が下になりまして、かなりしっかりした皮ですと、ちょっとギュッと押してあげてください。そしてこちら側が上にかぶります。よいしょ。折り目を少しつけておいて、よいしょ、このようにね、最初は少し留めづらいと思います。留めていきます。こんな感じですが、ここでね、折り目を少しつけてあげてください。型紙に印を書いておくので、こちらのパーツに合わせて印を写したら、半分に折り曲げて穴を開けます。かしめ中を留めていきます。こちらのパーツにこの取り付け穴も印をしておくので、この穴を移して、ここにも穴を開けます。そして今回はこのカラビナをつけていこうと思います。ただこちらのカラビナ、予想外にこれしか開かなかったので、とりあえず今回はつけてみたいと思いますが、皆さんはしっかり市販のものでも何でも大丈夫だと思いますので、取り付ける際に大丈夫かどうか一度確認をしてみてください。そしてサイズによっては、このパーツだと小さいかもしれないので、ここのサイズは調整をかけてください。かしめ中は足長のものを使用しています。こちらで完成になります。いかがでしたでしょうか。とてもコンパクト、とても作りやすい作品となっています。ぜひぜひ入門に作ってみてください。カットの練習にもなります。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。